おそらくこれ他県で同じようにこのサブスクを企画したときに複数の魚をこう揃えるってなかなか難しくて、長崎であればその一箇所で完結させられるんじゃないかと。長崎の魚という、まあ、しかも皆さんのすごい熱い思いがこもっているあの資産を日本中にこう展開していくみたいな、ブランディングのお手伝いをさせていただくところが大変こうやりがいのあるミッションだなと思う。時間が経つにつれてやっぱりこう当然生物が劣化していくっていうのが課題だったんですけど、まあ、これであれば美味しいものを美味しいタイミングで皆さんのタイミングで食べていただけるのかなと思ってですね、旬な時に仕入れておいてでストックすることができるんですよね。でこれがもう今までと全然違う価値なので、まずは本当に届いたお魚から長崎のファンになっていただいて、でそこからまたその観光とかですね、まあ、いろんな部分でこう広がりが出てくると、もう本当にこの事業の意味があるかなと思います。今まで本当に捨ててたような魚をもう売らないから売れないからということで処分してたんですけど、それが売れるようになる、それが売れるようになると所得の向上になって、どん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 そういう後継者が出てきてくれればですね、本当に長崎の水産業もまだまだ発展するのかなと思っています。